今日はキノコと鶏肉のテリーヌを作っていきます。まず玉ねぎ一口大に切ってフードプロセッサーに入れてみじん切りにしていきます。軽くフードプロセッサーにかけたらしめじ1/2パック、しいたけ、石突きを取って半分に切って入れていきます。それをフライパンにバターを入れて炒めていきます。バター 5g、 フードプロセッサーにかけなくてもみじん切りでもちょっとキノコの大きめに切って食感が残るのも美味しいです。弱火でしっかり炒めていきます。炒めている間に鶏胸肉皮を取ったものを一口大に切ってフードプロセッサーに入れてひき肉状にしていきます。胸肉があっさりしているので、キノコの香りが際立ちます。キノコの方、炒まったら火を止めて冷ましておきます。ひき肉状になりましたら卵2個を割り入れていきます。
き肉をボウルに移して生クリーム1カップ1パックを少しずつ入れてよく混ぜ合わせていきます。冷ましておいたきのこも入れて塩、コショウをしてよく混ぜ合わせてください。オーブンペーパーを敷いた型に入れて170度のオーブンで50分湯煎焼きをしていきます。粗熱が取れて落ち着いたら切ってお皿に盛り付けて完成です。生クリームをたっぷり入れた滑らかなテリーヌ、簡単なお料理毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。